俺はお前のものだ。そうだろう？Ah!
ねえ、おしっこしたいのに休憩できないときはどうしてる？セックスのこと考える。うわ、知りたくなかった。いいえ、セックスについて考えると膀胱が静止状。ようやくね。リセットボタンが欲しくなるわ。それは不公平だ。そう？ボスにコテンパンにやられたのよ、オーウェン。死んだ瞬間に。ん？Send me this shit. Every goddamn day. もっと来ないと。率直だな。街のオフィスはごちゃごちゃしてて、マルチタスクばかり。情報量が多すぎる。そうだな。リアルタ。で、シダラ、どこだ？今、場所を送るから、ドアのパスコードもね。Thank you.
on you. Get some pain. さあ、近年で識別されたターゲットの存在が報告された。今すぐ降りろ。ばあちゃんとは仲良くなったよ。一体どうやって？ヒップスターたちに感謝だよ。工芸品やアンティークの店がおばあちゃんの子供の頃に好きだったもので溢れてるんだ。かわいいわね。そんな風に考えたことなかった。
は若い体を持つ。これでも食らえ。どんな顔をするか楽しみだわ。くそ。すごく興奮してる。本が見つかったの。希少本よ。見つけるのに2年かかった。本、ほこりだらけの古いのり付けされた紙の塊。きっと何度もトイレで読まれ、舐めた指でめくられてる。それを所有したいのか、触りたいのか。悲しい考え方ね。つまりこの本の知識が多くの人々に受け継がれ、啓蒙しメッセージが共有され、今度は私の番なの。私が終えたら別の誰かの元へ行く。電子書籍では得られない感覚よ。この基礎的な人間の儀式が大好きなの。へえ、俺は鼻くそやまつげはごめんだね。遠慮しとく。基礎的な人間の儀式とやらを楽しんでくれ。そこで12が出てギリギリヒットしたの。でも十分だった。勇士のライフが1になった後で、我が守護神アンソンへの聖なる介在の祈りでみんなを癒すことができた。はい、ようやくね。上司と話してみたんだけど、ブルームへの攻撃はずっと停滞してる。ブルームを倒すために必要なことは2つ。嵐どもと差別化するため、人々を味方につけること。それとボット、CTOS が処理するデータに対処しなきゃ。ああ、そうだ。アプリを改造したから、フォロワーにダウンロードさせれば、彼らの処理能力を目的のために活かせるようになる。本当に？それマジなのか？ああ、本当だ。仕事にかかれ。その通りだ。バーバリアンがもんでローマ人の首を狙ってるぜ。注目を浴びるようなことをやって知ってもらう。笑いが取れればみんながダウンロードしてくれるってわけだ。そうね。心配いらない、楽しいことから。マーカス、どうやら生きてたようだな。ムーンライトスイムとは全く洒落てやがる。来いよ、こいつを見てくれ。どうよ、オープンソースリサーチアプリだ。つまりみんなで見つけた脆弱性を集めることで、全員が作業やリサーチの結果をシェアできるようになるってわけだ。で、使うとどうなるんだ？スキルの幅が広がる。好みの性別にモテモテになる。カンフーを覚えたみたいなもんか。カンフーを性別にして1999年っぽさをなくしたら、まさに。
見よ、テクノロジーの異形を。 3D プリンター？何言ってんだ、これぞプリンター界のアーニーだ。こいつがあれば武器庫いっぱいのリーサルウェポンが作れるぜ。マジで？おお、使いこなせば。じゃーん、ヒップスター版死の商人よ。俺はヒップスターじゃないけどね。そう思うのは勝手だ。さあ何か作ってみろよ、爆発はなしだぜ。仲間ができて嬉しいよ。俺も嬉しいよ。みんなハッカーか？知りたいことがあれば何でも俺に聞いてくれ。例えばあそこのジョッシュはいつもありえないものを作ってる。今は巨大ドローンを作ろうとしてる。レンジは？やつもいいエンジニアだが壊す方が得意だな。それからシターラ、彼女はアーティストとグラフィックデザイナーとしての才能がある。彼女なしじゃデッドセックが知られることはない。で、あんたの特殊能力は？作戦コーディネーター、あるいはまとめ役。デッドセックにとって影響の大きい仕事を選んでる。プライムエイトって知ってるか？ほんと腐ったハッカー野郎どもだよ。ああ、ニアミスしたことがある。友達になりたいタイプじゃないな。そう来なくちゃな。準備ができたら合流してくれ。詳細はその時話す。誰かしら対プライムエイトの作戦を実行してる。協力を歓迎するだろう。なかなかでしょ。すごい場所だな。昔はここでニュースフィードを追ってたけど、今はフォロワーの壁よ。トレンドに入ったらわかる？違う、ハード的な数値に基づいてるの。アプリをダウンロードした人数、アクセス可能な処理能力とかね。ナイス。そういえばさっき言ったように、あんたの携帯にもデッドセックアプリをダウンロード中だから、完了したら起動して推奨オペレーションをクリック。そしたら高エンドテストよ。いいね。もう一つ、私たちが何をすべきか携帯にリマインダーを入れてある。ブルームに一杯食わせる処理能力を手に入れなきゃね。
宗教団体のニュードーンがオークランドのミランダ・コメイ市会議員を名誉毀損で非難しています。最近のインタビューで議員は同団体を不正なマルチ商法と説明しました。同団体の抗議は弁護士によるものだけではなかったようです。議員のものであるトランスジェンダー治療の医療記録が何者かによってメディアに公表され、私生活が暴露されました。ニュードーンの広報担当者は当団体は漏洩とは無関係と主張し、コメイ市会議員が注目を集めようと必死であるとも非難しました。アプリはダウンロードしたぞ。何をすればいい？周りの人やデバイスをプロファイリングして情報を集めてみて、それによって次にやるべきことを見つけて、みんなにとって重要なオペレーションを行うことで関心は集められる。アプリをダウンロードするフォロワーが増えるほど情報も多くなる。それを続けることが大事なの。よし、それとできれば研究に使えそうなパーツを見つけてくれ。ヒップスター版シノこのアプリはデータ収集ツールだ。承認。わかったわかった、もういい。これからどうする？お前次第だ。目の前にある仕事をすればいい。作戦はデッドセックアプリに投稿され、実行することでフォロワーが増える。フォロワーは俺たちにとって重要だ。コンピューターが増えるから処理能力が上がり、より大規模ですごい作戦が実行可能になる。